前回に続き、これから実践を始めたいと思います。割り振りをやるにあたって、その基本になるラの音をまず合わせるわけですが、その前に3本いっぺんに合わせることができませんから、ロングフェルトミュートを1オクターブの各音の間に発足込んでいきます。何本も私はロングフェルトミュートを持ってます。それは、ピアノの機種によって、あるいはメーカーによって、弦の感覚が違っているため、私としては、弦をあまり大きく動かすような弦の幅よりもあまりにも厚い、ロングフェルトミュートは使わないようにしています。ですから、まあ3種類ぐらいのロングフェルトミュートを使います。この弦について、このピアノについては今からこれを使ってまず挟み込んでみます。この時に、ロングフェルトミュートを外れるにあたって、ダンパーペダルを一応踏みます。それは、ここの間に、弦と弦の間に挟み込むにあたって、特に、ダンパーフェルトの3番止めがあるところでは、弦をこうやって横に動かすことになりますから、3本止めを挟み込むことによって、あとダンパーを上に上げるとダンパーフェルトを傷めることがあります。それで、最初からダンパーペダルを踏んでダンパーを上に上げて弦を挟み込めば、弦が横に動いたとしてもダンパーフェルトを傷めることがないという目的があります。それで、まずは、音叉で持ちまして、ラの音をまず合わせます。人によると、440サイクルのラの音はここになるわけですが、一応440サイクルを取って、そして1オクターブ下げて220サイクルのところに持ってくるということを言う人がありますけど、私はいきなり、220サイクルのところに、440サイクルの音叉を持って合わせます。これで今は442サイクルで取っています。これでこの基準を取りました。まず私が加えるのは、加えることによって顎の歯垢骨を通じて耳の方にこの振動数がきちっと伝わっていくから、それで問題がありませんので、そしてその方がやりやすいものですから、そういうようなやり方を取っ
って、やります。でラノートを取りましたから、ここから普通に、1本ずつで、誘導というふうに誘導をまず合わせました。で、調律師によりますと、例えばラの気温を取りましたら、もうすでにここで、このユニゾンをというふうに3本を合わせて、そしてこの3本を聴いてこの誘導を取っていくというやり方をやる人があります。そして、この誘導を取ったら、誘導も、最初基本取ったようにもう3本を合わせていく、もちろん、それは、その人の考えがあってそういうふうにやってると思ってますけど、私は一本ずつを聞いて、割り振りをやった方が精度が高くできるし、時間も節約できると思っています。そして、私は、とにかく割り振りについてはできるだけ、正確に、行い、そして、まず一本割り振りをし終わったら、まず全部このミュートを取り外して、そして一間隔おきにミュートを外せ直して、そしてこの例えば F のファの音については、この真ん中に対して右側のユニゾン、ファの半上がりについては、真ん中の、に対して左側のユニゾン、そして、その音については真ん中に対して右、そしてその半上がりについては真ん中と左というふうに、
基準として取った真ん中に真ん中の弦に対して、右、左が交互にユニゾンができるということになります。それで私はこの例えばこの F のファの音のユニゾンを例えばというふうに、2本を真ん中に対してもう右左の片方ずつをユニゾン合わせます。これを12音で作って、そしてそれから例えばこの一番割り振りの一番上のミの音をこの、ミの音と、それからその1オクターブ下のミの音を踊る。これはもちろん当然私は2本と下の1本の基準となる1本を合わせます。で、ここで例えば今2本と1本聞くのと、このユニゾンを3本と例えば。この3本のユニゾンを聴いて、この1オクターブ下のユニゾンを合わせるのと、それから例えば1本を止めて2本の弦が鳴ってるので1オクターブ下の1本取る。
これでは、オクターブを合わせた時の、自分がここで合わせたという、位置の音色といいましょうか、それが3本で聞いて合わせたのと、2本で、2本を聞いて1本合わせたのでは微妙に、違いがあります。この微妙な違いが重なっていくことによって、トータルして終わった時の全体的な響きが大きく変わってくる。そこを強く意識しないと、いい調律ができないというか、当然時間差調律の意味も全くなくなってしまいます。そういうことで、一応、まず、2本と1本で聞くという、でこれで2本と1本で、聞いて合わせていくんですが、私は、そのままずっといくんではなくて7本、7音合わせて、そこはまたユニゾンを合わせて、そして、また7音合わせて、そして最後は全部通していくというふうに、あえて、やることにしました。それはこのオクターブ割り振りをやって、ユニゾンを右左の片方ずつにユニゾンをしてトータルして、全部いって、また2本ずつ合わせるというのと、7本いって、そこでユニゾンを合わせて、そしてその次の7本、そして最後は全部いくわけですけど、というのではやはり途中で、ユニゾンを合わせ、あるいはオクターブをそのままいくというのでは微妙に、響きが違ってくるということを感じています。しかし、ピアノの大きさによって、例えばこのピアノはスタメンの S 型ですから、低音に、低音というのも巻き線に3本弦はありません。で、巻き線は全部2本弦、そして最後の1本弦になるわけですけれども、こういった場合には、ユニゾンを合わせる、オクターブはそのまま行ってもいいんですけれども、ユニゾンを合わせるときに、1音を合わせたらすぐ隣の1音というふうに順々に合わせていくのではなく、1音おきに、ユニゾンを合わせて、そしてまた最初に戻って合わせてない、1音おきに、ユニゾンを合わせていく。このことによって、並び、低音弦の2音が続けていくところにユニゾンとしては時間の差が大きくできるわけですから、この時間差による微妙な戻りの違いというのが音楽的な音を作るという上において非常に面白みのある音になります。言ってみれば微妙に揃っていないんですけれども、そこに、音楽的ないろんな音色を作る要素ができてくるってことを思っています。前回低音の分を一応合わせ終わったということでやりましたんですけど、一つ言わせたことがあります。低音の日本弦を一本おきに合わせていって、そしてまた最初の一本おきに合わせることに戻るのには、要するに一本を合わせてすぐ次のまた鍵盤音を合わせるということになると、ここには時間の差というものはあまり大きく現れません。しかし、一本おきに、ユニゾンを合わせて、そしてまた、
最後終わって、また、最初に戻って一本を木に合わせるということをしますと、ここに、日本弦の最後を合わせて、また初めに戻って、わし残した一本を合わせているという場合には、ここに、かなりの時間差ができます。この時間差を利用することによって、微妙な違い、音の響きの違いということが出るわけで、それを狙った一本木の合わせ方ということをやっております。で、続いてはこれから高音のオクターブを合わせていきますけれども、私は高音の一応オクターブを合わせるにあたって、ファの音からシの音まで、この7音はオクターブを合わせる最後まで、1本合わせただけに留めて、おきます。それはなぜかと言いますと、1本合わせて、そして、隣同士のユニゾンを合わせると、そこに微妙な違いが出てくるわけですから、そうするとその一番、要するに鮮明に出なければ、音楽をピアノ音楽をやるにあたって、鮮明に出なければいけないという部分の音ですから、ここは一本合わせて、そして、今度七音の上を合わせて、それはユニゾンの片方ずつ合わせるというふうにしていきますと、まず鮮明さと、それからちょっと複雑な響きが出るということがうまくミックスされて、音楽的な音に仕上がっていくということを自分としては感じておりまして、そのようなやり方をやります。ですから、まずそれをちょっとやっていきます。